ぜひお邪魔させていただいているブランドアンバサダーズミーティングにお邪魔しております。今回のミッション的に言うとですね、やっぱりね、いかに選手に気づいてもらえるか、毎年そのテーマ、頑張ります、はい。ミズノと契約している選手が集まり、職人や開発担当の方々と直接会話し、来季使う道具を決めるミーティング。まず注目したのが広島東洋カップ菊池涼介選手。菊池選手はもうはめた時のフィーリングが全てと、そしてやっぱり人差し指の硬さ、これでグラブトスを後ろよりって話だったんで、おしゃれですね。あ、菊池はもう終わりですか。もう終わってしまった。あ、続いておなじみのあの選手。おはようございます。2017年ブレイクした年から毎年登場、上林選手。気まずいんですよ自分だけそういう感じなんで。あ、そうですか。例とかは普通にトレードなんですけど、あ、自分だけそんな感じなんで気まずいと思います。いや、でもやっぱ自信持っていいと思います。で、今日、うん、水野の担当の人に、はい、スーツじゃなくていいよって言われて、はい、で普通に来たんですよ、はい、そしたら自分だけなんです。みんなネクタイしてるし大丈夫。いや、でもその今後こういう形にしたいらしいんですよ。あ、なるほど。今回そんな中でアンバサダーミーティング、まあ、今アパレルとかでしたけど、はい、全部青、はい、青です。グラブもちょっと青系で考えてます。あれ、青一色でブルーな気持ちではなくて燃えるブルーです。続いてメジャー挑戦を表明した横浜 DeNA ベイスターズ今永翔太投手。WBC のあ、どうもありがとうございました。僕はくれない、くれないでしょ、していいんですか。僕、特産 TV に出るのが一個の夢でもあるんですけど、すべてほしいです。なかなかオファー、大貫さんとか、あ、去年あの東さんとか、そうですね、そうですね、見てますよ、めちゃくちゃ。ぜひ、なかなかオファーくれない、ちょっと寂しいです。寂しいですそんなとぜひ、向こう行くにあたって道具って買える予定なんですか。スパイクに関しては、まあ、その、こちらのスパイクはい使用したいなとは思ってます。まだ何も決まってない段階ではあります。まあ、そうですよ、はい。グラブとかだいぶ渋めのブラウン系だったんですけど。そうですね。シンプルなものが好きなんで。はい、今年、まあ、WBC からこう1年やってきて、自信というかより変えたことって何かあるんですか。WBC を経験させてもらったことによって、トップ選手っていうのは、まあ、まず野球が好きで、はい、自分が今やってることを全く努力と思ってなくて、はい、ただ純粋に野球が上手くなりたいという気持ちでやられてるので、なんかそういうのをまず見れたことがすごくいい経験だったと思います。日本だとやらなきゃいけない、やらされる、はい、仕事だみたいな感覚の人も多いかもしれないですけど、そうじゃなかったという。もちろん仕事であるので責任感そこに持つんですけども、はい、好きな歌詞の歌ってすぐ覚えるじゃないですか。そうですね、まあ、本当にそれと同じように、好きだから何でもその野球のためだと思って、食事だったりトレーニングだったり、いろんなルーティンがあると思うんですけど、はい、そういったものをまず見れて、なんか、あ、自分に足りないものってこんなにもいっぱいあったんだなっていうのが確認できたので、それが一番良かったかなと思います、はい。でダルビッシュさんだったり、はい、大谷選手だったり、まあ、その他の日本のトップチーム選手全員そうですけど、結果を出してもおごらずというか、本当に謙虚な選手がたくさんいたので、はい、本当に僕なんかがという気持ちでね、これからもやっていけると思います。自信が 100% あるとはね、なかなか言えないですけど、はい、いろんな方に応援していただいてるっていう、そういう責任感を持ってまたね、特産 TV にもいや、そこ、はい、行きます、ぜひ、はい、アメリカに。ぜひ水野を背負って、はい、向こうでの活躍も期待しております。はい、頑張ります。どうもありがとうございます。すみません、本当に。ありがとうございます。今永投手のメジャー挑戦の理由と覚悟が少し伺えた気がします。この日誰よりも楽しそうだったのが阪神タイガース糸原選手。キャッチャーですか。なんでキャッチャー。糸原選手が指導していたこちらのバットに注目してください。そしてやはりこちらの選手にも打ってほしいが、佐藤輝明選手も謎のレガシーを志だ。あれ、モクカーグリップ。モクっすね。
でも出たんじゃない？先っぽ見たんです。何それ？詰まったで嫌じゃん。その正体は来年発売予定の木製のレガシーでした。え？何ですか？新レガシー。来年の9月に出るらしいですけど。え、木製じゃん。いやいや。グリップだけ木。あれも？打診部は売れた。あれ売れた？あ、打診部。色が違うじゃん。打診部は売れたんで。グリップは木っていう。あのめちゃくちゃ新なの。これあれだ。あれこれ提案したの俺ら。重いらしいんですよ、いやだろうね、重さは重くない、だって木製だもの、重いけどしなって振ることができれば打球はより飛ぶよねっていう、しかもあれ絶対トップじゃなくてカウンターバランスだよ、あれだ、振り抜きやすいよ絶対、そうか、そこまで重さを感じにくくなるから、うん、プレーさえすればあれは、でもあれ折れるってことですよね、あ、そうだから今まで出がしは詰まって何本とかあったけど、うんうん、しっかりここで捉えないと今後はダメになってくる、うん、やばい、軟式野球界でもついに折れてホームランっていうのが見れるかもしれない。あれどうだったあのバット。いや、なんかもうグリップが木なんで、普段と一緒の感じで。安心いけますね。レガシーめっちゃいいっす。なぜレガシーの歌語ってくれるの？ストレさん、絶賛。じゃあ、行きます。でかくなってない？今年、新たにアンバサダー契約した選手の一人がこちら。13ぐらいからチャンネル登録してます。今何歳になりました？22です。22にしても契約。いいっすか？めちゃくちゃいいっす。どういうこだわりなの？黒がいいんで、黒の方の皮がなんかパリッとする、黒にします。使い方とかはどうですか？小指2本です。あ、そうですね、はい、いつからですか？僕は1年目の夏ぐらいなんで、4年前ぐらいですね。小指2本にしてみたら取りやすくて、球出しとかも違和感なかったですか？多少はありましたけど。そうですよ、取らない、始まらない。さらにオリックスへ移籍した西川龍馬選手を直撃。グラブの刺繍がめちゃくちゃでかく真ん中にいただきたいと思うんですけど、はい、あれはどういう文字は別にあの何でもよかったんですけど、型崩れしたくないっていうのがあって、志田正孝くんがいただき入れてましたね、多分 だから多分ポンって出てきたと思うんですけど、バットの形状って、グラム、長さ、グリップの形状、もうずっと変わらないですか？社会人からずっと一緒ですね。はあ、あれでは操作性がやっぱり重視の場所、そうですね、自分の体に合ってるのもありますし、まあ、何回か変えようかなとも思ったんですけど、結局、戻ってって感じですね。もしかしたらセパとのこのリーグのピッチャーとの違いみたいなので、シーズン中変わる可能性もゼロではない。あんまりシーズン中は変えたくないので、とりあえず来年は1年やってみて、まあ、それであかんかったのかバットなのか、体の使い方なのか、はい、そこから考えようかなと思います。ありがとうございます。いかがだったでしょうか？来シーズン水野契約選手たちが使用する道具、これまでよりデザインはもちろん仕様や規格が大きく変わったものが多かった気がします。どんなプレーを見せてくれるのか今から楽しみです。選手の皆さん、今年もありがとうございました。